ご指摘の組合の組合役員、組合員等、延べ89名、実員で57名を逮捕しているものと承知をいたしております。なかなか大きいですよね。ところがね、マスコミこれやらないんですよ、あんまり。東京のキー局がやったのはあんまり知らないですね。57名ですよ、マスコミの方にですね、なんでこれ報道しないんだと言ったらですね、怖いんだと、怖いからしないんだと。武健一執行委員長について6回逮捕されていると、そういうところでございます。逮捕されてはまた執行委員長、逮捕されてはまた執行委員長と、まあ、有罪になった上でですよ。まあ、例えば、この4月の15日には参議院議員会館において関西ナマコンを支援する会、関西ナマコンを支援する会が結成され、不当捜査だと、弾圧だと、共謀罪の前触れだと